ノルベルト・アロンソは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州出身の元サッカー選手、サッカー指導者、アルゼンチン代表であった。選手時代のポジションは、攻撃的ミッドフィールダー、フォワード。キャリアのほとんどを、CA リーベルプレートに捧げ、リーベルファンのアイドルであり、象徴的存在であった。リーベル歴代5位の149得点を挙げ、歴代7位の374試合に出場した。 1953年にブエノスアイレス州ビセンテロペスに生まれ貧困層が多いロスポルボリネス地区で育った CA リーベルプレートの下部組織に加入したが当時のリーベルは18年間もリーグ優勝から遠ざかる暗黒期を過ごしていた1970年にトップチームデビューし1975年にアンヘルラブルナ監督が就任するとチームの支柱として 背番号10を身にまとった。ロベルト・ペルフーモやウバルド・フィジョール、アロンソの他に、ダニエル・パサレラ、カルロス・モレーテ、フアン・ホセ・ロペス、レーナルド・メルロなどがいたリーベルは1975年にメトロポリターノとナシオナルの両ステージで優勝し、1975年から1981年までに7度優勝する黄金期を築いた。 1976年にフランスリーグアンのオリンピックモールセイユに移籍したが、フランスでは成功できず、1977年にリーベルに復帰。リーグ戦では、ファーストチームがプレーし、コパリベルタドーレスでは、セカンドチームがプレーするなど、リーベルは同等の実力を持ったチームを2組、作れるほどの選手層を誇った。ナショナル1981では、 ファーストチームで起用されることはほとんどなく、アロンソの代わりに若手のカルロス・タピアやホセ・マリア・ビエタが起用されたため、アロンソはしばしばアルフレッド・ディステファの監督と対立した。最終的にリーベルは優勝したが、アロンソは放出リストに載せられ、1982年に CA、ベレス・サルス・フィエリドに売却された。ベレスではベテランのカルロス・ビアンチなどとプレーし、 1984年シーズンに再びリーベルに加入。この頃にはタピア、アレハンドロ・サベージャ、ネストル・ゴロシート、ペドロ・トログリオなど、下部組織から多くの才能あるミッドフィールダーが昇格していたが、アロンソは1985から86シーズンも鍵となる選手であり、クラブ初のコパリベルタドーレス優勝やインターコンチネンタルカップ優勝に貢献。 1985年は主にエンツォ・フランチェスコリとコンビを組んだ。アロンソは現役引退までに464試合に出場して166得点を挙げ、エル・モヌメンタルでは長年にわたって、アロー、アローというチャントが歌われた。すべてのクラブのサポーターは、アロンソのことをエレガントで有能な選手と認めていたが、ジ・クラブのチャントでリーベルのチャントに対抗した。 1978FIFA ワールドカップの際には、セサルルイス・メノッティ監督の構想に入っていなかったが、いずれにせよ大会に出場するメンバーに選出された。軍事政権で影響力があったカルロス・ラコステがメノッティ監督に圧力をかけたとも言われている。当時のアルゼンチン代表は、アルファベット順で背番号を決定していたため、アロンソはミッドフィールダーにもかかわらず背番号1を、 つけて大会に臨んだ。メノッティ監督はアロンソに、わずかな出場機会しか与えず、代わりに、ダニエル・バレンシアやマリオ・ケンペスを起用した。アルゼンチンは、初優勝を飾り、ケンペスが、得点王となった。1983年に就任したカルロス・ビラルド、監督は何回か、アロンソを起用したが、結局は、若手のディエゴ・マラドーナ、ホルヘブ・ジュチャが、カルロス・タピアなどが、 アロンソのポジションで起用された。現役引退後には保険代理店を開業した。また、広告上の表看板にはならなかったが、いくつかの商業投資事業の共同出資者となった。しかし、リーベル以外のサッカーファンからの人気は今一つであり、1986FIFA ワールドカップ後にアルゼンチン全体のイメージキャラクターとなったディエゴ・マラドーナとは対照的であった。 1989年には、レーナルド・メルロと共に、リーベルの共同監督に就任したが、パサレラの監督将兵を公約に掲げたアルフレード、ダビーセ会長が就任したため、アロンソとメルロのコンビは、シーズン途中に退任した。ありがとうございます。